はい。というわけで、集まれ動物の森実況、今回が第6夜でございます。さあ、それじゃあね、早速やっていこうと思います。集まれ動物の森実況、第6夜、ついに6夜まで来ましたね。なんとなくノリでやってた実況がね。さあ、家がどうなっているのか。家がどうなっているのかが見ものですね。いやー、楽しみだな。村人とかも増えてるんですかね。非常に楽しみですね。どのような、僕の妻の手によって、どのような変貌を遂げているのか。せい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 
。で、今回ね、アトマイザーの紹介をしようと思うんだけど、まあそのアトマイザーの紹介の前にね、あの前回のアトマイザースタンドをこう作った動画上げた時にコメントいただきまして、いつも私のね、バックに映ってる、クリアのやつを見せてほしいということだったんで、ちょっとそれをね、ご紹介いたしましょう。はい。それがこちらです。ちょっとカメラが、あれだね。それがこちらでございます。はい。まあ、これもね、私が100均の材料でね、自作したアトマイザースタンドになるんですが、まあ、これがあれですわ。コレクションケースっていうやつ、なんかダイソーで売ってるんだけど、まあ、それに、この写真をなんかこう、立てたりとかできるレールが売ってるんですよ。それをね、ちょっとこう、真っ二つに切って、で、これを両面テープでも貼り付けるだけっていう非常に簡単なね、アトマイザースタンドでございます。はい。これ、紹介しようかどうか迷ったんですけど、まあ、なんか簡単すぎるんでもういいかなと思ってね、ちょっと紹介してなかったんだよね。はい。まあ、こんな感じだね。もう貼り付けるだけだから、超簡単にできるんでね。まあ、これもちょっと試しに乗せてみましょう、アトマイザーを。まあ、こんな感じでね。ほら。バッチリ乗るから、これ。ね、こんな感じで、もう乗していきましょう。こんな感じでね。まあ、こう置いてだね。まあ、こんな感じですわ。で、あとはこの蓋閉めるだけっていうね。まあ、こんな感じです。これだったらですね、まあ、使ってないやつとかでも置いとってもね、これ蓋閉めちゃうんで、ほこりかぶることもないし、まあこれもね、なかなかいいんじゃないでしょうか。これもおすすめです。はい。さあ、では、今回私がご紹介するアトマイザーはこちらでございます。はい。ビネガーワークスの、これなんて読むんでしょうね。アンティクティ。このビネガーワークス、なんかステッカーもついてきたんですけどね。まあ、ビネガー言うたら、ね、酢とかそういう意味ですよね。白ワインビネガーとか言うもんね。うん。ね、ビネガー、酢じゃないんだけど、僕ドレッシングはね、ごまドレが好きなんですけど、ココイチのね、ごまドレ、マジうまいっすよね。うん。まあ、それだけなんですけど。はい、じゃあ、早速、こちらを開けていこうと思います。これちょっと欲しかったんで、ちょっとテンション上がってますね。どれぐらいテンション上がってるかっていうと、これがまた、かっこいいんすよ、なんか、背低くてね。なんかね、ずっとね、出ても、また再販されてもすぐに売り切れてて、なかなか手に入らなかったんですけど、なんかこの間、ポンと変えちゃったね。いいじゃないですか、このなんか、ドリップチップの脇のところにね、なんかすごいくぼみがあるんですよね。うん。で、ちょっとサイズを見ていきましょう。サイズはですね、直径が22ミリ。で、高さが、まあドリップチップとポジティブピン除いて、
15ミリちょっとぐらいですかね。まあ大体15ミリぐらいですわ。はい。それでは、ちょっとデッキを見ていこう。ああ。デッキちっちゃい。うわ、ちっちゃいな、これ。あ、トップキャップ、分厚。ああ。こうなってますね。これ。トップキャップが超分厚いんですよ、これ。ああ、すげえな、これ。こういう感じですね。で、こんな感じです、中は。うん。で、これ、デッキ自体が何ミリなんでしょうね。デッキ自体は16ミリだね。はあ、ちっちゃいね。意外とウェルは結構深い感じですね。こう横から見たらこんな感じなんでね。うん。ウェルが深いんで、リキッドはまあまあ入るんじゃないのかなと思いますね。で、トップキャップは、ああ、なるほど。この中がね、ここがさらにもう一段狭くなってますね。うん。ああ、だからまあ、ここと、このトップキャップのここが接触するんで、かなりこのデッキの中は狭くなってますね。うん。で、エアホールはね、ここに一箇所空いてるだけですね。ほんで、ああ、だからこれ、こう閉めたら、もうこの穴ずっと開きっぱなしになるんで、エアフローの調節は不可ですね。もうこれで吸うしかないですね。はい。で、またドリップチップがね、結構、うん。背が低いな、だいぶ。こんな感じですわ。はい。これちょっとやっぱり、ちょっと期待ですね、これは。うん。で、オプションパーツはですね、これが、まあ、オーリングと、あと、デッキのネジでしょ。あと、ポジティブピン。で、これが、あ、ってことは、これ、初めから BF ピンがついてますね。はい。こんな感じになっておりますわ。うん。これ、前僕、コメントもらったことあるんですけど、これどうなんでしょうね。この BF ピンがマイナスになってたら、やっぱり横からリキッド出てくるんですかね。うん、僕あんまり意識したことなかったんだけど、言われてみればこれ隙間空いてるからね、リキッドやっぱ漏れ出てきたりとかするんでしょうかね。うん。どうなんでしょう。ちょっと詳しい人いたらね、教えてください。まあ、なんかそのコメントくれた人は、このサイドをちょっと埋めたりして工夫してるみたいなんですけど、僕もちょっとあの、このマイナスのね、BF ピンちょっと使ってみて、ちょっとどうなるか。まあ、漏れたら漏れたで、まだ動画で報告しますね。はい。じゃあ、それではね、中身はざっとこんな感じなんで、ちょっと早速ね、もうビルドして使っていこうと思います。はい、それではビルドしていこうと思うんですけど、まあ、ちょっと比較で、ちょっと22ミリのね、別のアトマイザーのデッキと比べてみると、まあ、これぐらいサイズがありますね。ちっちゃい。うん、これメイズ V3 のデッキなんですけどね、うん。やっぱりこう見るとちっちゃいね。うん。だからこれはね、もうサイズ自体は22ミリかもしれないけど、中身は16ミリなんでね。うん。いいですね。なんかこの感じ。面白いね。構造がね。はい。で、まぁ、今回ね、初めが BF ピンついてたんですけど、まぁ、今回ちょっとレビュー用にね、ちょっと普通のピンに変えてます。はい。で、それじゃあね、ビルドしていこう。で、使うワイヤーはですね、こちらのね、コイルモンスターのね、カンタル A1 の26ゲージ。で、こんな感じになります。内径 2.5 のね、ゴマ機ですね。はい。それじゃあビルドしていきまーす。はい、0.66 オームですね。横から見たらこんな感じなんでね。内径 2.5 でも結構ギリギリですね。まあ、こんな感じですわ。やけん 2.5 以上はちょっと厳しいかもしれないね。はい。じゃあちょっとコットン通します。
はい、というわけでピコに乗したらこんな感じになります。いやー、ぴったりだね。うん、てかピコって何乗しても結構合いますよね。うん、僕もまあピコ好きなんですけど、やっぱレビューとかで撮るときにやっぱどうしてもね、なんかやっぱピコがどれも結構フィットしてる感じがしてね、よくピコ使うんですけどね。まあ、こんな感じですわ、見た目はね。はい、でこんな感じです、デッキは。で抵抗値はね、持ってみて 0.63 オームなんで、まあ22W ぐらいかな、 22W ぐらい、 22W ぐらいですってみよう。はい、立ち上がりはこんな感じ。あ、これ俺今気づいたんだけどさ、これエアホールに対してコイルに直接エア当てれないね、これ。あー、どこが正解なんでしょう、これ。こう、なんかコットンに直接当てるのは違う気がするんで、やっぱりこのポストに対してこう、こうかな、多分そうだと思うんだけどね。こうですね。はい、それではちょっと吸ってみようと思います。ああ、これはもう MTL ですね。これ超重い、超っていうか、いや重いよこれ。うん、 DL はかなりしんどいぐらいですね。ああ、いや MTL ですねこれは。どれぐらいだろうね、普通の、そうやな、まあその激重 MTL よりちょっと気持ち軽いぐらいですかね。うん、紙巻きのタバコよりもちょっと軽いぐらいの吸い心地って感じですわ。 DL はちょっと厳しいっすわこれ。うん、あ、でもねこれ、これすごいよ。うん、完全な MTL でここまで味が出たらすごいと思うわこれ。うん、いや、あのね、僕基本的にいつも吸うのはね、ちょっとこう MTL 寄りの DL が好きなんですよ。ちょっと抵抗のある感じの DL が好きなんですけど、なんかね、完全な MTL だけで吸ったらね、なんか気持ち、味があんまり出てないような感じがしてたんだよね今まで。うん、タバコと同じ吸い方で吸うとやっぱりなんか味が薄く感じるというかね、やっぱ DL 寄りで吸った方が美味しいなっていう感じだったんだけど、これはねすごいと思う。うん、このくぼみがあるおかげでね、唇が当たらないんで、このドリップチ、背の低いドリップチップでもまあ普通に吸えちゃうっていう。ああ、考えてるな。ああ、これちょっと いいな、びっくりしたな。うん、はあ、なるほど。ちょっとね、僕オプションでね、クリアのキャップも買ったんですよ、こういうやつね。ちょっとこれつけてみましょう。クリアのキャップもかっこよさげだったんでね。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、すげえいいじゃん。ドリップチップもクリアのをちょっとつけようかなと思ったんだけど、まあ、とりあえずこれでいいや。こんな感じですわ。うわ、かっこいい。はあ、なるほどね。ね、こんな感じになってるから。ちょっと吸いますよ。うん、やっぱり DL はちょっときつい。完全に MTL。ただ味はマジで濃いこれ。うん、まあトータルでね、このアトマイザーを評価するとするならば、まあすごいいいんだけど、好き嫌いは分かれるでしょうね。うん、デザインも申し分ないし、背が低いしね。うん、でやっぱこの足が濃い理由はやっぱこの中が狭いんだよね、とにかくね。この狭いチャンバーの中でね、こう凝縮されたミストがね、こうグイッとね上がってくるんだよ。だけどエアの量もやっぱこれだけの穴で、泥かなり重いってことは入ってくるエアの量も少ないんで、本当に
溜まったミストがもう空気とあんまり混ざらないでミストだけがこう上がってくるっていうねイメージですね。うん。でまあそうですね、これねやっぱりこのエアがね調節できないんで、もうこの激重ドロー、僕の中では激重ですけどね、これまあゴリゴリの MTL 好きの人からしたらちょっと軽いぐらいかもしれないんだけど、 MTL があんまり好きじゃない人はまあとにかく無理でしょうね。うん。まあ、僕ももともとそこまでゴリゴリの MTL 好きじゃなかったんですけど、これちょっと吸ってみたらちょっと MTL の見方が変わるっていうかね。あーこれでもなんか話題になる理由わかる気がするわ。マジで味濃いもん MTL で。はい。というわけでね、今回は、ビネガーワークスのね、アンティクティ RDA のご紹介でございました。もう終始感心しっぱなしと言いますかね。非常にちょっとこう予想してたよりも味の出る後前座でね、ちょっとびっくりしました。ほんでデザイン性もね、抜群に僕好きなんでね。ちょっと今後これは重宝しそうな気がしますね。はい。というわけで、アキラチャンネルのアキラでした。ありがとうございました。